ぐらいやね。いや。2023年11月26日 JR 花園駅。この日は高尾で湯豆腐を食べて紅葉見物。駅からは湯豆腐のお店もみじや別館川野伊織さんの送迎バスで高尾まで向かいます。京都の市街地から日本海に抜ける集山街道、その入り口にある高尾は JR 花園駅からだと車で15分の場所。京都はもとより日本でも有数の紅葉の名所です。北山杉の美しい林を背景に燃えるような紅葉が続く山里の風景が魅力。送迎バスの運転手さんのお話では、高尾の紅葉時期は京都の紅葉スポットと比べ早く見頃となります。この日11月26日という時期は本来高尾では見頃過ぎとなるのですが、今年は色づきが例年よりも遅く見頃だということです。幸先の良い話でテンションが上がります。送迎バスはほどなくして街中を過ぎ山道へと変化。車窓からは紅葉が見え始めます。集山街道から脇に入り高尾山のふもとまで来ました。清滝川に沿って山の中を進むと目的のお店に到着。送迎バスを降り清滝川を吊り橋で渡ります。美しい自然の中に隠れ家のように佇むもみじや別館川の伊織。そうな、一段上に上がって靴を脱ぎください。清滝川に張り出した川床。紅葉を見ながらの贅沢な食事。いただいたのはこの時期限定の秋の湯豆腐松コース。6600円でこの景色と食事、さらに送迎バスまで着くのは価値が高いと思います。直に外の空気が感じられる場所での食事、冷気が体を冷やし防寒対策が甘かったと少し後悔するも、食べ始めると料理の温かさと床の電気カーペット、そして熱燗のおかげもあって体はポカポカ、寒さを忘れさせてくれます。天ぷらの盛り合わせ、生麩とこんにゃくの刺身、和え物や煮物などでお酒をいただきながら豆腐が煮えるのを待ちます。新しく作ったところに何が出すの、この日の主役モリカの豆腐を使った湯豆腐。もずめ街道、もずめ街道曲がるところに昔からの口に入れた瞬間とろけます。そして体を芯から温めてくれます。
柔らかく滑らかな食感が有名な森下の豆腐、天龍寺をはじめ各本山の佐賀豆腐は大半が森下の豆腐を使われています。創業は安政年間、150年以上の歴史を持つ豆腐。川端康成が小説ことで取り上げたのがきっかけで全国的に知れ渡りました。自然の景色をゆっくり眺めながらの食事、ボリュームもありお腹いっぱいになりました。今日の奥座敷高尾、清滝川に映る紅葉、気の合った仲間、楽しくて贅沢な時間を過ごせました。さてお腹もいっぱいになったことで紅葉見物に行きます。まずはもみじや別館、川のいおりから歩いてすぐの場所、神護寺を目指します。高尾山の中腹に立つ真言宗の古刹、楼門までは約400段も続く石積みの階段を上ります。これがかなりハード、酔っ払いのおじさんにはかなりこたえます。吐く息も荒く諦めかけたところで楼門が見えてきます。楼体に鞭を打ち、なんとか登頂。この日の2日後、太ももの筋肉痛で苦しみます。会期は分けの清麿、国宝の薬師如来像をはじめ多くの寺宝や国宝の梵鐘を有するお寺、そして京都屈指の紅葉の名所です。境内採用、地蔵院のある場所まで来ました。厄除けの瓦け投げを楽しみます。お金運慶の雄大な自然に瓦けが吸い込まれます。そこには少しはしゃぐ50代のおじさん、楽しかったです。次に目指したのは世界遺産高山寺、神護寺からはゆっくり歩いて30分、創建は奈良時代に遡り、その後神護寺の別院であったので、建永元年1206年明恵上人が後鳥羽上皇よりその寺域を賜り、なお高山寺として再興しました。寺宝は数多く、鳥獣人物戯画をはじめ国宝8点、重要文化財1万点余りを所蔵。境内は国の史跡にも指定されています。高山寺の境内にある石水院、明恵上人時代の唯一の遺構として伝わり国宝に指定されています。拝殿であった場所には明恵上人が自身の仏道に励む姿に重ね合わせて敬愛した全在同時像が置かれています。広く開け放たれた南園の前にはもみじの景色が一面に広がります。ちょっとあの辺枯れてるの寂しいな。こちらは
鳥獣戯画の複製。鳥獣戯画は四本木画の絵巻物、国宝です。当時の世相を反映して動物や人物を戯画的に描いたもの。現在の漫画に用いられている効果に類似した手法が見られることもあって、日本最古の漫画とも称されています。何月はやってたやん、あの水曜動物で高尾の紅葉を満喫できました。帰路に着く前に高山寺の境内を出てすぐの場所、錦テラスザップで一服して帰ります。どうも、おいしい湯豆腐に始まり、美しい紅葉、天気もよく気持ちのいい日、いつものおっさん三人日帰り旅。今回も楽しかったです。